はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、第3のビール。麦とホップの赤のスペシャル。前、赤は飲んだんですけど、なぜか赤スペシャルっていうのが出てたんで、今年のは、いわゆる去年のやつは普通の赤だったんですけど、なんか名前が変わったのか、味も変わったんではないかと。アルコール度数 5%、華やかな香りと奥深いコク。限定製造。こだわりの素材であるリッチゴールド、バクガとゴールデンアロマホップ、ザ・ゴールド熟成製法に加え、厳選酵母を採用。今年の赤は今だけのスペシャルな限定品です。ザ・ゴールド熟成製法は、発泡酒、原材料の発泡酒の製造で採用している製法です。当社通常発泡酒に比べ、熟成期間の基準を3割長く、また2段階の温度管理を実施しています。ここに書いてあります。今年の赤は上面発酵を採用。香り、さらに華やかに、コク、さらに奥深く。進化した赤をお楽しみください。ってことはやっぱり別物なんですね。今年の赤は上面発酵ってことは、前は下面発酵だった。原材料が、発泡酒、カッコ、バクガト、ホップと大麦とスピリッツ、カッコ、大麦となってます。まあ、麦穂赤は安定して美味しい。美味しかった気がする。ですが。普通の麦穂よか美味しい。てか、麦穂よか俺好きなんですけど。通常の麦とホップも美味しいけど。黒も、まあ、やっぱ赤が一番美味しいなと思った気はする。どうだった？確か赤が一番美味しかった気がする。乾杯。美味しい。あ、美味しい。札幌。美味しいね。うわぁ、なんかいいなぁ。エビスビールの、麦酒祭り。だって、9月18日から23日って、今日でもう終わっとる。いや、終わってないのか。今日っていうか、今日、1日だけや。やばい、もう終わるやないか。入場無料。場所が、恵比寿ガーデンプレイス。どこだこれ。どうせ東京だ。ふざけやがって。どうせ東京だろう。くそー。いいなぁ。わぁ。いいなぁ。まあいいや。麦とホップ赤。今年の赤はスペシャルな赤。
何がスペシャルなんだい？あれ？何にも書いてねえ。何がスペシャルなのか全然書いてない。嘘？おいおい。おいおい、何にも書いてないやん。スペシャル赤。何にも書いてないんだけど。どういうこっちゃ。どういうこっちゃね、何にも書いてない。おいおい、せめてなんか書いとけよ。変わってんのか変わってないかもよくわかんないじゃん、それじゃ。ボツ。麦とホップ。麦とホップ。まあでも普通にうまいっすね。麦穂の赤は普通にうまい。やっぱコクが、普通の麦とホップの通常のやつとかコクがある。それでいって香りも強く。黒はね、麦穂黒はね、そんなに俺好きじゃないんだけど、赤は美味しいな。うん。赤は安定して美味しい。うん。安定のうまさ。何にも書いてないんだけどね。サイトに何も書いてない。どうしようもねえ。どこがどうスペシャルで、去年と何が変わったのかっていうのが全く書いてないんだけど。一体何なのか。あ、あった。発売3年目を迎える麦とホップ赤は、麦とホップとして初となる上面発酵製法を採用し、より華やかな香りを引き出しました。あ、なるほど。やっぱり上面発酵じゃなかったんだね、前までね。じゃあやっぱりだいぶ変わってんじゃん。それ、上面発酵になったからって言って別に味としては、別にさほど変わってないような気もするけどね。どう？味としては個人的に別に昔と変わってねえなっていう感じはするんだけど。毎年多くのお客様から反響をいただいている本商品は、次の発売が待ち遠しい。いつ頃の発売になりますか？麦とホップ赤を溺愛しています。周りの仲間も毎年心待ちにしています。といった声が寄せられており、お客様のご期待に添えられる商品開発に取り組んできました。だって、完全にはステマやん、ステマ。こいつら、お前あれだろ。札幌の社員じゃないか。中身特徴、麦とホップブランド、初となる上面発酵製法を採用。今までにない華やかな香りを実現。麦の旨味と奥深いコクを実現。美しい赤色の液色を実現。まあ、言うても大して変わんねえぞ。まあでも第三のビールで上面発酵酵母、上面発酵製法っていうのは、まあ珍しいといえば珍しいか。まあ所詮これ100円とかで買えるからね。100円とかで買えて、それなのにその、いわゆる上面発酵ってことは結構、仮面発酵よりかはね、
まあなんかこう、いいんです。いわゆる。ちょっと贅沢なんです。普通、上面発酵って、ほんとペールエールとかの高めのビールじゃないと使われないんですからね。基本的に日本のビール、日本で製造されてるビールにあんまり上面発酵製法とかって使われてないんじゃない？まあだからなんだっていう話だけどね。まあでも麦とホップの赤はだいたい1年に1回か2回ぐらいしかだいたいその製造されないんですかね。1年で2回ぐらいかな。多分。そんぐらいしか多分作られないはずだから、まあそれなりにやっぱり高い。高いっていうかその、まあ待ち遠しいっていうのはまあわからんでもない。ただ溺愛しています。じゃあお前、溺愛してんだったらお前、ケース買いしまくって100個ぐらい買えよって。言うても100個ぐらい買ったとしても賞味期限がだいたい、これ賞味期限が5月までですから、来年の5月までだから。7ヶ月ぐらいしか持たないのか。でも、半年に、まあでも、まあしょうがないのか。まあやっぱりね、賞味期限間近のやつを飲んでもね、大して美味しくないですから。やっぱ炭酸水と同じで、俺も炭酸水で思い知りましたけど。前アマゾンで言ったかもしれないけど、ああ、言ってなかったか。前アマゾンで炭酸水買ったんですけど、違う、炭酸水じゃねえ。ドクターペッパーを買ったんですよ。500ml のペットボトルのやつ。を一ケース買ったんですけど。残り確か2ヶ月、賞味期限が残ってるのに、ものすごく炭酸が弱くて、微炭酸レベルだったんですよ。だから腹が立ってクレーム行ってあれなんですけど返品したんですけど、2ヶ月あってもねあんだけ炭酸が減るっていうのはまあ状況にもよるんですよ。やっぱり振ったりとか。その、熱いところに置いたりとかすると、やっぱ抜けやすい。炭酸は。で、酒飲みにとって、炭酸の強さっていうのはいかに重要かっていうのがね、あれなんですよ。俺基本的に、ドクターペッパーなんかでウイスキーで割って飲もうかなと思ってたんですけど、全然ね、炭酸が弱すぎて、ウイスキーで割ってもね、なんかね、ただの砂糖水と割ってるようなレベルなんです。結局コカ・コーラの炭酸抜けたやつなんてみんな飲みたくないでしょ。うん。それと同じなんですよね。もうさらにムカつくのが炭酸水。水ですよ。炭酸水をアマゾンで買ったことがあって、まあ有名な炭酸水で、有名な炭酸水なんですけど、海外の、確か、なんだっけ。なんつったっけ。炭酸水なんだ。海外の。忘れましたけど、海外の天然炭酸水みたいなの、アマゾンで注文したんですよ。もう微炭酸とかのレベルを超えてる微炭酸だったんですよ。もうね、シュワーとも言わない。もうなんか、ビャーって注いで、もうなんかただちょっとこう、泡がこう、ここに ここにくっつくぐらいのレベル。で、飲むとどう見ても炭酸じゃなくて、ただの水の、ちょっとピリピリっとする水なんです。どうなってんだよって。
確か俺その時は返品しなかったと思うけど。なんで俺返品しなかったの？まあわかんないけど。まあ確か返品しなかった。あれはね、ひどい。しかも海外のだから、もう、あの裏とか見てもね、あの海外のやつだからね、あの賞味期限なのかどうかもわかんないです。なんか、日本のやつだと賞味期限ってこういろいろ書かれてて、あ、もうわかるなって、日本語で書かれてるっていうか、漢字で書かれてるからわかるけど、あの、書いてなかったんだよね。やっぱ海外のってその、日本みたいに賞味期限を書くところもあれば、記載するところもあれば、やっぱり、記載してない場合もあるんで。これ本当にこれ賞味期限あんのって。これ切れてんじゃねえのっていうレベル。だからね、もう炭酸水をね、買って、炭酸入ってないって、いわゆるただの天然水なんです。で、それは、あの、天然水を買った方が、よくねっていうか、まあ、当然なんですけど。それだったらね。なんでお前わざわざ炭酸水買ってるかってさ。炭酸水って 500ml、いくらするか知ってます？まあ、安くて80円とか70円ぐらいです。500ml な、まあ、80円。スーパーで安くても80円はするで。な？ 80 円はするとして、じゃあお前天然水いくらしますか？あなた2リッターで80円の天然水とかなんてザラですよ。ね？安かったらもう2リッター80円とかで買えるんだよ。ということは、4倍違うんだよ、値段が。つまり、天然水だったらお前それの4分の1で買えるんですよ。ね？お前わざわざお前炭酸水っていうその、普通さ、その、一般人から言うと炭酸って水に入れることがまあ一般的にね、難しいわけじゃないですか。炭酸をね、水の中に入れるって。やっぱそれがやっぱりね、その企業のその、工場とかじゃないとやっぱ難しいわけですよ。炭酸を入れるっていう。だからこそわざわざ炭酸水を買ってるのに、お前超微炭酸って、お前ふざけんなよと。いうわけですよ。まあ、最近はAmazonとかでもね、気軽に買えるようになった。まあ、あの、なんだ。まあ、いわゆる、ミド本ですけど。ミド本でググりますけど。まあ、いわゆる炭酸を入れる、ソーダなんちゃらかんちゃら、みたいな。ソーダストリームとかなんか、そういうのあるじゃん、いろいろ。気軽に炭酸水を作れる。これ欲しいんだけどね、高いんだよ。普通に7000円とかするんだよ。8000円とかね。1万円とかする。うん。ね。それを考えるとやっぱり炭酸水って普通に買った方がやっぱりこうコスパっつうかなんつうかな。コスパではないんだよな。確かにコスパだったら確かにミドボンとか買った方がいいんですけど。うん。でもやっぱそれじゃないんだよね。そういうのじゃないんだよ。っていう。別にさ、7000円とか出してさ、なんか7000円出して、お前、ミド本買って、お前。なあ。
わざわざ入れる手間もあるし、そのミドボン自体が割とでかいから邪魔くさいし、ね。わけじゃないですか。だからね、俺が言う、炭酸水マニアの俺が言うけど、炭酸水はこれを買えっていうのが、実は俺の中で最近確立しました。じゃあ何を買ったらいいのか、炭酸水と。ね。簡単です。炭酸水大体のパターンで 500ml。まあ一番メジャーな。Amazon で俺よく買ってる。500ml の炭酸水。何を買えばいいか。簡単なんですよ。とりあえずね、強炭酸水を買えと。強炭酸のやつを買えば間違いない。で、2チャンネルのスレに、炭酸水スレみたいなのがあるんですけど。それで一応、非常に評価が高いのとすれば、クオス！俺以前、炭酸水動画であげたんですけど、クオス！クオスが、これ炭酸強い。強炭酸。そして以前飲みました、プライムシャワー。これも炭酸の強い、強炭酸。そして俺が最近飲んでうまいなと思ったのは、吸収泡水。泡水。泡水。どっちかわかんない。これも強炭酸。それでいて安い。どれもこれもだいたい1600円ぐらいで買えます。24本入りで。500ml 24本入りで。だいたい1600円ぐらいで Amazon で買えます、ね。このまま3つだ、ね。まあ個人的に進めるとすればクオス。クオス。かな。もしくはうまさとすれば泡水。もううまい。泡水もうまい。泡水。泡水。これもうまいですね。うまさで言うと多分、泡水。炭酸の強さで言うとクオス。クオスはね、基本炭酸水はね、強炭酸を選ぶべき。なぜかっていうと、抜けてても大体炭酸水って強炭酸だったら抜けててもさほど普通ぐらいの炭酸なんです。通常だと抜けてなかったら、炭酸が抜けてなかったら、強炭酸ですよ。じゃあお前、もしアマゾンで買って、変な抜けてたやつだったとしても、それなりに炭酸が保たれてる。やっぱ抜けてもやっぱりそれなりの炭酸、強炭酸だから元がね。だから強炭酸のものを買うのを、おすすめします。ハイボール。ハイボールとか酒好きなね、人間からすると死活問題になりかねない、この。炭酸水の問題ですけど、ま、基本強炭酸のやつを買っとけば問題ないっす。強炭酸のやつを買えば、ま、抜けてても通常ぐらいの炭酸水の感じで飲めるんで、いいと思います。まあ、話は戻ります。麦穂4344です。ご視聴ありがとうございました。